じゃあこんにちは、さゆたかさん、はい、この動画では数々のベストナインをやってきました、はい、まあ、本ちゃんのベストナインに始まり、はい、あのちょっとがっかりしたなベストナインだったりとか、歴代のベストナインだったりとかやってきましたが、今日は大物になりそうな人ベストナインです。いわゆる青互いってやつですね。そうだな、はい、まあ、名前も出てるけどまだ本当に実績浅いとかね、はい、まあ、そういう選手も入ってるけど、まあ、好きな選手が入ってるというかまあそうでしょうね、まあ、あのベストラインだから、はい、まあ、9人そうですね、あ、9人 DH、まあ、入れたら10人になるけども、はいはい、まあ、だけど、まあ、大体9人みたいな9人ぐらいで、これはもう俺の好き嫌いっていうかなってほしいなっていう、そうですね、で、まあ、なるんじゃないかという予想も、他にもいっぱいいい選手はいるけどもさ、はい、ちょっと頭に浮かんだ選手をちょっと並べてみたんだよね。これはもう先輩入り混じってますね。あ、入り混じってる、もちろん そうですね、はい、もう別にしてくれって言うんだったら別の動画も撮るけど別にしてね、先輩一緒にしましょう、はいはいはい、じゃあまずはピッチャー、ピッチャーはちょっとさ、いっぱいいますからね、これから大物になりそうな、まだもう本当なあんま投げてないというね。じゃあ、あの選手は違うな、うん、あんま投げてない、まだ、はい、もうだって山下俊平太投手なんかもね、もう新人王取ってるし、ね、取ってるし、はいはい、誰だろう、セですか、パですか、セリーグ、セリーグ、はい、誰ですか、門別、阪神、ああ、もう岡田監督大絶賛ですよね、今。いや、このピッチャーはいいピッチャーになると思うよ、うんうん、だからすごく期待してるし、まあ、10勝はできるポテンシャルは持ってるしね、はい、だからうまく育ってほしいなっていうのと、うん、まあ、阪神にはいいピッチャーがいるから手本がいるという、はい、まあ、それを見習ってね、うん、一生懸命こうやると、もう門別なんかいいピッチャーになるし、大物になっていくかなっていう素材だよね。まあ、今年でいうと村上選手が MVP と新人、うん、はいはい、ダブルで取って、まあ、新しいエースといっても ね、 そうだね、過言ではないぐらいに出てますけど、この門別投手もそこに追いかけていけるような投手には、まあ、素材だよね。でまっしゃ左ということで、はい、すごい期待はしてる。右左のエースが阪神には出てくる、はい、ということですね。じゃあキャッチャー行きましょう。キャッチャーね、キャッチャーもいますよね。悩みました。悩んだ。悩んだ。古賀にしようかなと思ったけど、だってね、西武の古賀選手後輩だしな、うん、まあでも本当貴重なバントやったから、はい、まあ、これが実績ということで、うん、未来のっていうのは外しました。あ、もう外れたんですね。いや、もうレギュラーだから西武のあのバント1本で、あ、バント1本でもう見えたと、あ、じゃあダメと。それと、うん、渡辺陸、渡辺陸氏、ソフトバンク、はい、このバッティングは魅力あるよ、うんうんうん、ね、なんかコンバートされそうなんだよね、バッターとして。バッターとして、いや、だからキャッチャーかなーと思うと、うん、まあ、なんかこう彗星のごとが現れた日本ハムのタミヤ、豊さん押してますもんね。あ、このバッティングもいい。今シーズン出てきてホームラン打ちましたよね。あの打ち方なんか見事だったな、うん、だからすごく期待してる。でキャッチャーとしての部分はまだまだもちろん勉強、あ、まだまだね、まだまだこれからなんだけども、まあ、大物になりそうな。え、誰タイプなんですか。例えば打ってると阿部さんとか。いや、まあそこまではいかない、そんなに大物打ちではないけども、はい、安定したバッティングができるというか、まあ、そういうタイプのキャッチャーだよね。将来的にはこのままいけばですよ、日本ハムで何番を打てるようなキャッチャーになりそうなんですか。あ、まあでもキャッチャーという重労働を考えると6、7番ぐらいに座ってくれるといいな。で侍に選ばれるといいですね。まあそうだね、将来、うん、はいはい、さあファーストいきましょう。柴田に頼むのかな、はい、なんとか、はい、プレゼンしてください、はい、ファーストです。これはね、一時期出たんだよ、サードでね。はい、サードで出た、うん、でね、今年もちょっと出たのかな、うん、で、サードの守備はあんま良くなかったけど、はい、だから思ってたのよ、ファーストにした方がいいって、はい、ね、もう林、おお、カープの広島、はい、うん、この子のバッティングはやっぱ魅力的だし、うん、やっぱ守備の負担がね、うん、少しなくなるともっと打てるんじゃないかなっていう。じゃあコンバートですね、うん、だからサードではない、やっぱファーストで選んだ。ああ、うん、そしたらいいバッティングしてるよ、本当にね。豊さんもね、そう言ってましたもんね、はい、さあ続いてセカンドですね。セカンド、はい、オリックス、オリックス野口、はい、野口選手、まあ、ある程度もう出てるけどね、うん、そうです、出てるけど、やっぱポジションをないから外野を守ったりするけども、本来ショートの選手なんだよね、はい、でもコンバートしてセカンド、紅林、うん、しとくます、うん、ね、さあ野口の良さも出てくるんじゃないかなっていう。ははー、
でオリックスっていうのはセカンドゴンザレスとか、ね、はい、いろいろいるけども、うん、やっぱ野口を使ってほしいなって思って、はい、でセカンドだったら大物になるかなみたいな、お期待も込めて、期待も込めてオリックスの野口選手、はい、さあサードですね、サードはソフトバンク井上、はい、はい、このバッティングはねやっぱ魅力的だな、うん、やっぱこう肘の畳み方使い方非常にうまいし、はい、パンチ力もあるしね、うん、だからすごく期待はしてる。大型のパワー系のサンドイッチ、 そうだな、パワーも慣れてくると徐々に出てくると思うよ、うんうん、だから将来的なマスター候補生だよな、うん、なんかあのタイトルとかも絡んできそうな気もするけどね、うん、はい、さあショート行きましょう、まあ、ショートは門脇、ああもうね今シーズン彗星のごとく、うん、まあ、そうだね、はい、だからバッティングは徐々にでいいけども守備をねどれだけ見せてくれるか、はい、だから守備を見たい選手っていうのは珍しくてね、うん、だから門脇の守備っていうのは魅力的だし、そうですね、うん、ただそのベイスターズの林、はい、もう成長してきてるんだよね、うんうん、だからいい勝負をしてほしいなっていうふうには思うけどね、門脇、ね、まあ、選手あの守備はもちろんのことバッティングの方もね成長してきた、成長してきたのですごく楽しみですよね、はい、さあ外野手3名いきましょうか、外野手3名、はい、まず田村、はい、広島、はいはい、もうこれはもう一目惚れだなあの1本スイングしただけであこいつは打てるって思ったの、へえ、この子はすごいと思った、え何年ぐらいにもうバリバリレギュラー張ってて、いやいやだから西川が抜けたから、はい、来年あたり出番が増えると思うよ、うん、増えなきゃいけないし、はい、でこの子はやっぱ絶対打てるから、うん、ね、遊ばなければまあそうですね、いや本当に何年間かきちっとやって、いやいや、やらなきゃダメだよ、うん、え、カープのどの打順を打てるような将来、いやいや将来的には3番とか、うん、そういうタイプだよ、あうん、だからすごく期待をしている田村はね、楽しみですよね、はい、はい、2人目ですか、野手2人目、はい、渡来、はい、渡来はやっぱ性格的にねすごくなんかスポーツマンという明るさというか爽やかさというか持ってるし、まだね社会人の時しか見てないけども、まあ、将来的には DeNA を背負っていくようなDeNA の顔になっていくのかなっていうようなね、うん、まあそんな感じもするしね、三浦監督がどういうふうにこの渡来選手を使っていくのかっていう、だからまあそのやっぱルーキーで、まあ、来年からやるけども我慢も必要だよな、うん、ある程度ね、うん、で体調を見ながら休ませたりだとか、まあ、していくだろうけども、そこをこう超えていけるような選手になってほしいな、うん、そうですね、だ明るいし、うん、歯食いしばれる選手だから、はい、頑張ってほしいなと思う、ね、うん、さあ外野手3人目です、ちょっと偏るけど、うん、DeNA の梶原ここ DeNA で、はい、いや梶原はねすごく大柄なんだよ、でも器用さもあるし足も使えるし、うん、でね今年ねちょっと捻挫したんだよね、はい、状態のいい時に、うん、それでまた戦列離れたんだけども、あのまま行けばチャンスがあったのになっていうような感じはちょっともったいなかったんだけど、はい、すごく非凡なものになってる、うん、だからいい外野手になると思うし、いいバッターになると思う、うん、お DeNA 外野手2名入ってきましたね、あそうだ、有望だよ、有望ですね、いや本当、まあ、他の球団にもね有望な選手がたくさんいる、もちろんだけど俺の頭の中にポンと降りてきたのが、うん、こういった選手だったんだよね、おお、はいはい、だからもう今シーズンちょっと片鱗をもう見せてきてる選手もいれば、はい、ね、渡来選手のように、うん、まだ見てないけれどもこれからっていう選手もいたりとか、そうだね、あとは才能を秘めてる選手たちばかりですよね、いやもう才能はねもう間違いないよ、今挙げたこのメンバーは、はい、うん、だからあとは自分の自覚と、うん、闘争心と、うん、ハングリーさ、はい、ね、欲、うん、そういったものをどん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 出していってほしいなって、そしたら必ずレギュラーは取れる選手たちだし、はい、成績もそれに伴って出せる選手を今上げてるから、はい、もう本当期待をしてるから、いやそうですよね、うん、3年後答え合わせしたいですよね、いやそうだ、この動画で3年後というか来年ちょっと答え合わせしても半数ぐらいは、まあ、結構いい線いってると思うよ俺は、あじゃあ来年の今時期もう一回これ見ましょうね、いやそうだよそうだよ、答え合わせしてね、本当に楽しみなね、これからを担うような有望な選手たちずらっと並んでねありますけど、皆さんもぜひ、おちょっと待って、はい、コメント欄もう一人いるから、えまだ一人いるんですか、ちょっと DH 部門でもう一人いたら、まあ DH じゃなくても守ってほしいんだけどな、守ってほしい、うん、はい、今川日本ハム
何やってんだお前っていうような感じなんだよ。もう期待してるんだから。ここはじゃあ、ね、私が締めるより宇多川に今川選手もうね特別枠だから今川、うん、何やってんだって、ね、今川もう今年最後、ね、今年最後来年ですよね。期待期待はだから言うのはね、うん、いや来年の活躍いかんではもう大物になってるかもわかんない、あの笑顔が爆発するかもわかんないけどもね、はい、まあ正月おそらく家族の写真をインスタで上げると思うけどまたそれで笑わかしてもらうけども、はい、ね、誰が今川かわからないぐらいのそんな激似なんですよね。激似だから、うん、だから今川ね期待してるということ大物になれという最後の一枠はもう本当に期待だけですよね。もうそれしかないしっかりやれよというね、エールを込めて、エールを込めて今川選手頑張ってください、はい